これがネイチャーボーイの RPS システムね。よいしょ。これ専用工具なんですけども、専用工具があって、はい、外してこの中のボビンだけが変えられるっていうシステムね。このボビンだけが変えられるってことは、例えば3号が入ってるやつと4号が入ってるやつとかってこう持ってれば、スペアスプールとして持ってるのがすごい楽。あの通常は全部を変えるんですけども、これは中のボビンだけが変えられるというシステムですね。でそれの何がいいかっていうと、こいつだけだったらドラグとか全然関係なしに水の中に突っ込んで塩抜きもできちゃうということ。これ止める。で専用工具で、まあ専用工具ってなくても手で締まりますけどね、ね、完全に。それでドラグを入れる。ブラックがありまして、ブラックはキャタリナバッチリで、ね、ぴったりで、でこっちがソルティガにぴったりで、あのハンドルのノブもありますので、ノブも同じ色、ブラックとブルーで合わせてもらえれば、今これはノーマルのままなんですけども、非常にかっこいいと。で